おはようございます。チリアット申します。今回やっていくゲームはこちら、勇者の冒険。 BGM がございませんまさかね、何こういうゲームって基本的に青空が広がってさ、いつもオープニングのさイメージ流れるかと思ったらさ、まさかの音楽がないんだけどしかもなんかちょっと魔王女になってんだけど、勇者ちゃうんかいやっていきましょう、ニューゲーム。さあ、水の音？おや。ん？珍しい。このような物語にお客様が来てくれた。はい、ダウンロードしました。私だと申します。はい、よろしくお願いします。もう、終わってしまう物語に来てくれた。はじめまして。けれどね、自己紹介やらないよ。何？はじめまして、さようなら。私と、お客様の関係は、その程度でいいはずだ。そうだね、コンビニの店員でもそんなさ、わざわざ名乗ったりしないもんね。名札になんかついてるぐらいだからね。その程度よ。ここで出会ってしまったのは、ただの偶然であって、こんな、未来のない物語で、先の話をしても無駄だろう？銀の死神？つまり立派に主役を務めた彼の説明も、おや、納得は言ってないご様子だね。気になるかい？残念ながら彼はもうじき生き返るよ。おお、いきなり銀の死神をディスっていくスタイル嫌いじゃないぞついにデフォルトがディスられる時代が来たか。数々の戦場を渡り歩いたけどダメか。暗闇の中でただ一人、未来がないまま死に絶えるよ。ああ、そうだね。悲しいね。そして、唐突な死に残は目に悪い。それが見知らぬ誰かであっても、心痛める光景だもの。でも、それでいいんだ。すでに大きい大きい役目を終えたんだから、最後に死をもって物語へ終焉を飾るんだ。ああ、ごめんね。とあることに気づいて笑ってしまったんだ。私が一方的に物語を終えようとしてるのに、そんな私が誰よりもこの物語を続けてしまっている。ちょっと待って、なんかさ、なんかこういう感じのなんか話のやつ自分作った方がやるんだけど、デジャブなんだけど、なんかこういう系の話してるような物語を自分作った方がいいかな、なんででしょうかね。何の話ですかね。気になる私に直接言ってみてくださいね、そういう RPG 作ってるから。もう最近作ってない RPG 作る。最近はもう実況とね、ゲームに身注いで、もうね、ゲーム作るほどのね、心の余裕ないわ。あ、エリック立ち上がったぞ。え？ほらごらん。私の愚行が新たな物語を生んでしまったようだ。もう彼に未来なんてないはずなのに。それでも彼は、無様な茶番劇を行ってしまうようだ。かわいそうに。はあ、なんて哀れな物語なのだろう。すまないね。もう私は黙ることにするよ。不純な彼の最後に涙を惜しみ見届けようと思う。ん？あ、歩ける。え？ああ違うわ。びっくりした。結構ウェイトがあっただけか。おや？お客様？あなたはこの茶番劇に何を望むのかな？なら気をつけた方がいい。すでに幕は下ろされている。彼の死も、物語の終焉も、星のあり方もきっと変わらない。どんな介入を施しても、未来は紡がれない。これは、余白に描かれた蛇足のエピローグに過ぎない。だから物語はお客様の茶番を許さないよ。つまり物語の方から彼を存在を閉じらせようとするわけだ。
時に不条理に、時に無作為に。すまないね、暗い話をしてしまって。どうか気を悪くしないでほしい。全然暗くないんだけど。なんかすごいデジャブ感がしてさ、自分若干ドキドキしながらやってんだけど。この、自分の RPG なんか一人しか渡してないと思うよ。永遠のクソゲー。あなたは冷徹で、非道で。それ以上に悲しいほど優しいお方だ。だからきっと物語も、そんなあなたを暗い闇で密かに伺っているに違いない。明るい話はしない方が見るためだ。ではあなたの紡ぐ星の物語を楽しみにしている。星の物語今から始まるの？やたらなオープニング。勇者は目を覚ました。一寸先も見えないほど暗い場所にいる。まずは装備を確認して当たりを確保しなければ。セーブ始まった。操作方法。操作方法今?X キー。見えるんだけど、ゲームパッドや言うとんの。あ、勇者。数々の、あれ違った。違ったわー。エリックちゃうんかーい。数々のって言ってもうたやんか。泥。すぐにでも取った方がいいって。装飾品。セーブとかはできないんだね。アイテムは何もない。なるほど。スキル。攻撃とかないの？ないわ。体から泥を抜き去った。あれ？何？ちゃんと、何？そういう条件分岐してんの？すげえ。意外とちょっと待って、クオリティ高いかも。泥を軽く叩くと光り輝く苔が現れた。光ゴキを手に入れた。これをつけるとそういうのを反応するのやったの。 あれアイテムで使う。苔の光が辺りを照らし出す。すげえ。こういうさ、なんかちょっと明るいやつ、床に穴が開いた。そこはクソゲーや。こういうさ、なんか丸いやつとかさ、こういうのどうやって作っとんだやろな。多分ここ、ひび割れとんな、よく見たら。なるほど。ひび割れとるとこ行ってなあかんのか。鍵、鎧が落ちている。何か思い出す。え？すげえ、回想シーン！すげえ、ちょ、待って、作り込まれている。勇者の鎧を手に入れた。すげえ、回想シーンとかちゃんとあるんや。すげえなぁ。勇者の鎧、破損を手に入れた。ちょっと待って。なんか、やっぱすごいな。やっぱクソゲーで出てこやんだもんな、このゲーム。さすがやわ。いや、ちょっとね、実はタイトルとか、アイコンとか見て、これはダメかなと思ったけど、そんなことねえわ。やっぱ、第一印象で決めたのによくないよね、物事をね。やっぱ第一印象がね、だけで見ずに、やっぱ、ちゃんと、ね、確かめて、広い観点で物を見ないとわかんないよね。うん、みんな、なんか、まあ、ね、大体人のね、心なんてね、第一印象だけ決まって終わりなんだけどね。そこで諦めない心っての大事だね。はい。ここは何？暗闇。ここを通っていくってことやんな。通っていくで。ゲームパッドってずれるよね。何にもないんだけど、どうしよう。光動きを使うとここに出るんだ。ああ、なるほど。光動きが反応しだした。なるほど、そういうことか。ここで使えば本当の道がわかるんだ。だから自分今、ここにずっと当たってたんだ。ああ、なるほど、すげえ。アイテム使うとこんな風に移動できるのすげえな。へえ。光動きってこんなすごかったっけ。お、ここは苔のとこ歩いてった方がいいんかな。多分床が崩れそうやもんね。苔のとこ歩いてっか。正規ルートっぽいしね。あ、苔の道が途切れた。大丈夫かな行って。あ、大丈夫だった。一応苔に沿っていこうか。慎重にね、一歩ずつ行きましょうね。はい。一歩ずつ行かないと、一周がする。これ進んだら死ぬんかな。一周がするってことはなんか近づくとなんかあるんかな。あ、いけた。部屋中にひどい匂いに毒キメラが充満している。スメが被害を避けられそうにない。でも戻れない。でも戻れませんので、部屋の中央に袋が落ちている。
たくさんの回復アイテム。え、あ、これセギルト？いらっしゃい、いくらでも買っていてくれ。魔力を回復するって言ってもな、もう薬草のこの限られた歩数で進んでいくしかないってこと？あ、位置で歩けるわ。ダメージから戦闘不能じゃないんだ。じゃあいいや、このまま進めるわ。一枚の鏡落ちていた。鏡を手に入れた。記憶が蘇ってきた。何？数々の戦場を渡り歩いた記憶？え？あ、魔物っぽい。あ、何？あー、モシャス？勇者には、他に仲間が一人いたことを思い出した。魔法の鍵が輝き出した。じゃあ、ここで薬草使っとくか。ちょっと無駄遣いしたいな、初めのうち。大丈夫かな？ちょっと初めのうちにちょっと無駄遣いしたな、薬草を。だからその仲間を探しに行くってことやね、今から多分。あ、いけるわ、戻れる。何？あー、なるほど。ってことは正規ルートやったよね、こっちは。よかったよかった。へえ。やっぱね、自分エリック言ってるけどエリックじゃないからね。今回はもしかしたら。暗い。何かの足音が聞こえる。魔物かな？足音が大きくなっている。近づいている。さあ、大きくなった。何？戦闘？何かを蹴り飛ばしてしまったようだ。床に何か落ちた音が響いた。剣が落ちていた。聖剣！魔人との戦いになってんじゃん。勇者の聖剣を手に入れた。あっ、え、続く階段を見つけた。降りれば城から出られそうだ。戻る帰るってどっちも一緒じゃないの。聖剣1、勇者の聖剣。セーブがないな。どっかで何か崩れた音がしたって書いてあったけど、今。帰ると戻る。穴開いてんだけど。どっか行けないの。ちょっとセーブしたいな。いろいろ進んだぞ。あれ、動けないんだけど。あ、こっちも行けるな。てか、光る動きが反応しだしてて、こっちも行けるじゃん。あれ、さっき行けなかったっけ？あ、ここか。これさ、こっち行ったらどうなるんだろうなと思ってさ、さっきセーブしたもんね。行けるもんね。光る動きに逆らってみるか。暗がりから巨大な石像も襲いかかってきた。おお、ほんとだ。勇者、戦士と経験で一等元に気づけた。あ、持っとったもんね、聖剣さっき。ってことは、さっき、手に入れてなかったら、ここでゲームオーバーかな。水車の見覚えがある。蓄えた魔力を使えば大きな破壊力を得られることを思い出した。すごいなぁ、なんか謎解き系やな。こっちにも何かあんねんな。絨毯。おぉ！暗闇の中で巨大な魔物が行く手を阻んでいる。このまま進めば戦闘は避けられないが、相手は今よりも倒そうと気づいているようだ。じゃあ行けるでしょ。このままはもうすぐ死ぬだろ。冷静だな。だからこそ恐ろしい。え、まさかの戦闘になった。魔物はドッキリを吐いてきた。あ、魔法の鏡によって、ああ、うわ、強くねえか。ちょ、強い強い。やばい！
勇者は倒れた。魔物が勇者に飛ぶ作戦に近づいてくる。え？死に抗う者を相手して断りそうな凌駕する。破壊そのものを持ち、聖剣をもってしても超えられない形。さてどうだろう、もう少し可能性の光を信じてみたらいかがかな。いや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 、終わらない、終わったんだけど、なんか急に終わんなよ。いやいや、急に終わらんで、バッドエンド。そらそうだわ、なんでここにエンド用意しちゃうんだよ。